必殺いきます。要は動画でもまだ話してない部分を今から話しますね。まあ、大体パッシブはそんな感じっす。硬くてシールド持ってて復活なしで踏ん張り2回で、踏ん張った時にシールドも回復っていうねキャラですね。まあ、シールドメインの防御型っていう感じで、怒りダウン食らわないから必殺はまあまあ安定して打てるかなっていうキャラですね。じゃあちょっと分かるように音楽変えとこう。音楽変わりました？うん。じゃあドロレスは、必殺はどんな感じなのかというと、画像を出します。はい、必殺見ていきます。このでもマウスのポインターは出てないよね。そうか、上から読んでいきますね。マウスのポインター出てないんで、今どこ読んでるかっていうのはちょっと分かりにくいかもやけど、まあ、この状態でねちょっと見ていきます。まず必殺はこれ武器覚醒の効果ね。もう武器覚醒はもうしてください。完全にもう武器覚醒せずに使おうとしてる方はもうキャラ取らない方がいいっすね。まあそれはちょっと言い過ぎたけど、でもそれぐらいの気持ちでキャラ取らないと、なんか中途半端やから啓蒙がねめっちゃ強い可能性もあるし、まあ、基本的にそのキャラ取ろうとしてるんやったら武器覚醒はもうする前提で使った方がいいっすね。でバフは、自身のダメ増ダメ減ガード強度を 30% 増加で、クリティカル減少率を 50% 増加、まあまあそれなりのバフかな。で3行目、自身の後ろの味方の攻撃力 50% 増加、これ強いね。これ強い、 50% なんででかいね。なんでまあ例えばドロレス前列の一番上に置いてたとして、まあ、後列の一番上にねそのダメージ上げたいキャラを置くのもありやし、まあ、そういう使い方できるよね。で追加ダメージなんですけど、これね赤字で書いてるのはもう完全に武器覚醒効果なんですよ。これねめっちゃ強いよ。これこの追加ダメージって書いてるとこですけど、メインターゲットとその周囲の敵に最大 HP30% のね追加ダメージが入ります。でこれなかったらもうマジカスっすね。このキャラカス。でもこれ武器覚醒でこれがあるからカスから大化けしたね。でなんでこれが強いのかというと、これデバフのとこに書いてるんですけど、 80% の確率で石化を入れるんですよ。石化出ましたね、このドロレスの、本来の能力石化。そうこのキャラはね石化使いなんですよ。まあ、鉄拳でいうねザフィーナっていうこのなんか独特なキャラがいるんですけど、なんか黒魔術を使えそうな見た目のキャラがいるんですけど、まあ、このドロレスもねちょっと見た目通りと言ったらいいかな、見た目通りにこうそういうね特殊能力を使う、これが石化なんですけど、これが 80% っていうねもう超確率なんですよね。 80% でこの 80% とこの武器覚醒の、範囲ダメージが重なってるから、だから最大で4体に石化入れます。めっちゃ強い。4体チャンスがあるんですよ、石化のね。まあ最大ですけど、角のキャラに行くと LGD3 体ですけど、真ん中のキャラに行くと4体、範囲やから前後左右ですよね。前後左右のキャラに石化を入れる可能性が出てくる。そうでこれねダンさん、まあ知ってると思いますけど、あのねパッシブでドロレスね、パッシブで行動制限率もね上げるんですよ。これ行動制限率を上げて、でさらに大地の精霊がある時も行動制限率上げるんですよ。これもう気づいた方多いと思うけど、もう石化率が異常えぐいっすよ。
行動制限のお化けなんですよ、このキャラ。実は状態異常お化け状態異常ウーマン出てきましたね。だこの行動制限率とさっきの石化が重なってるからめちゃくちゃ石化しやすいんですよね、実は。まあ、これがなかったらもうほんまカスなんですけどね。見たらここがあるからこのキャラは面白いっていうところですね。石化ウーマンですね。でさらにデバフ効果としては敵全体に破壊効果入れれます。で必この内容が必殺耐性とダメージ耐性を 15% 減少、まあ、デバフですね、まあ、これはまあそんなに特に言うことないんですけど、まあデバフっすまあだからこの 80% の石化っていうのは 80% じゃないと思ってた方がいいね。ほぼほぼ入る石化って考えてください。ほぼ入る。まあさすがに確定とまでは言わんけどね。その相手によっちゃ行動制限無効率高いキャラもいるやろうし、石化無効のキャラもいるし、まあ確定とまでは言わんけど、かなり高確率で石化を入れていきます。まあ強いよね。だからでもう一個の必殺の性能見ていきますね。これ一応最後ですね。必殺の項目としては最後、耐久性の強化ね。自身が大地の精霊を所持している場合はシールドの最大ガード値が回復できます。まあ 15% だけですけどね、 15% だけやけど回復できます、シールドを。でさらに非攻撃時に 80% の確率で受けるダメージを 30% 減少。まあ、これ盾みたいな感じかな。信号も持ってるよね、こういう効果。まあ、これもおまけみたいなもんかな。おまけってぐらい弱くはないけど、まあまあまあ最近やと結構いますね、この能力は。でもし大地の精霊がなかったら召喚振動をね1点増やせます、この必殺で。結構いいよね。だから大地の精霊のこの召喚振動っていうのは1ターンに1しか増やせないんですよ。で確率でも、50% で2点増える場合があるんですけど、言うたら最大で1ターンで2点しか増やされへんのに、必殺を打つことによってさらに1点増やせるから、これ強いよ。やっぱり精霊がない場合は1ターンの間自身のダメージ、抵抗率を 20% 増加できる。自信の感じが自信になってるわアースクエイクになってるわ。アースクエイクの抵抗率 20% 増加っすねって感じの性能ですね、必殺は。まあこれが強いね、やっぱり石化で。これね、石化って何が強いかって言ったら、石化のまずそもそもの石化ってどういう効果か知ってますかね、皆さん。石化っていうのがどういう効果かって多分ね完全に理解してる人ってあんまりいないと思うんですよね。石化の効果、ただの動けなくなるだけじゃないんですよ、石化って。向井のとこに書いてるかな、初めて石化使えるキャラが向井なんで、多分向井のとこに説明書いてると思うんですけどちょっと向井見ますね。まあ、この辺はね、実は動画で作ろうと思ってたんですけど、言ったら解説動画 2で全部話そうと思ってたんですけど、まあ、せっかく生配信ね、今来てくれてる人いっぱいいるんで、ちょっと生配信で話していこうかな。これが石化の能力なんですけど、3行目。石化すると動けなくなるだけじゃなくて、ガードとスキルガードがまずできなくなります。でさらに怒り回復もしないんですよ、石化中って。でしかもダメージ減少率が 15% 減少するんですよね。だからただのめまいじゃないんですよ、石化って。めまいと全然違うんですよ。
こう大きく違うんですよ、めまいと。圧倒的に咳化の方が強いんですよ。でこれ何が強いかって言ったら、これね、怒り回復しないっていうのがポイントで、だから咳化してる敵を殴り放題なんですよね。で特にこのクーラーとかって、あの怒り能力に直結してるでしょ、能力が。クーラーの性能っていうのは、怒りが溜まったらその怒りをアイスエナジーに転換して、アイスエナジーが75溜まるとマックス凍結を使えるキャラなんですけど、言うたらこのドロレスで石化さえさせればこれクーラー止めれますよ、ほんまに。この必殺で石化さえ入れたらクーラーの怒り止めれるから、その時点でクーラーアイスエナジー貯めれないんですよね。でその間に味方がバシ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 殴っていけばクーラーね、踏ん張り使いますし、だから結構ね、実はクーラーのアンチかなと思ってます。でもう一個言いたいのが、もう一個言いたいことがあって、このねドロレスで石化入れるじゃないですか。で次にじゃあシンゴで、僕のメンバーで言うとシンゴでこの怒り封鎖入れたらおもろくないですか。石化してる、まあ、例えばクーラーにしましょう。じゃあクーラーがドロレスによって石化されて、その直後にシンゴが石化してるクーラーに怒り封鎖入れたら、もう完全に怒り凍結するんですよね。これめっちゃ相性いいんですよ。だからシンゴとドロレス、これ実はねめっちゃ相性いいんですよね、シンゴドロレスのコンビが。防御防御でめっちゃ嫌がらせできるかなと思ってます。もちろんさらにクーラーがいたらもうやばいね。そうもうだからそうさらにクーラーがいたらもうやばいよこれ。だからクーラー、ドロレス、信号使いの方3体使ってたらもうこれえぐいっすよ。行動制限かけまくりのメンバーにできるよ。だからシンゴはねこれ相性ええなと思って、僕はねドロレスとなかなかおもろいなと思ってます。そうシュラさんね、クーラーアンチですね。まあアンチっていうほどでもないけど、まあでも確実にクーラーに強いね。であとクーラーのマックス凍結ってあれ女性キャラあれですよね、男性キャラ優先っすよね。そうクーラーのマックス凍結は男性キャラ優先なんですよ。まあその辺考えてもやっぱドロレスはプチアンチですよね。クーラーの足止めできるキャラではあるよね。ただしねこの草薙京にはね石化効かないんですよね。これも石化完全にパッシブで無効してるんで、だから今日に対しては結局あんまり強くないっていうキャラですね、ドロレスは。いやオリュウさん今日は石化食らわないですよ。石化解除できないというか、あ味方のってことね。そうそう味方のあのあれか、今日の必殺の効果ですよね、状態上解除の話ね。確かに今日の必殺の状態上解除はこれ石化含まれてないんですよね、まあ、これはだからもうあれっすね、ドロレスがもう来る予兆やったっすね。やっぱり自身は石化入らないけどね、ただ味方の石化は解除できない。あ割と石化解除キャラいないんや。そうやな ST ぐらいですもんね、よくよく考えたら。春英解除できたかな、春英は春英打ち消しできますね。通常状態上と石化打ち消すなんで書いてますね。あとはやっぱ ST かな、 ST によってイグニスとかゲニは解除できるよね、 ST の。まあそんな感じ必殺は。だからまあ言うたらめちゃめちゃ硬いキャラがめちゃめちゃいやらしい能力を使ってくるっていうね、
感じ。まあダメージはでもそんな、まあ防御型なんでね、やっぱダメージに関してはもう期待しちゃダメですね。一応でも、最大 HP の 30% の追加ダメはあるから、一応ね、まあまあ多少なりともダメージは入るやろうけど、まあ期待できるようなもんではないと思います、この ダメージね。必殺に関してはもうどんだけ石化を入れるかですね。どんだけこう石化を入れるか、どんだけ相手を足止めできるか、それがこのキャラの、使い道。ちなみにこのキャラ熊闘士やから、もちろん先制取ってたら初ターンに受けますからね。で、あくまでもこれは武器覚醒の効果なんで、これね、だから武器覚醒はもう必須っすね。武器覚醒しないとかありえないですね。武器覚醒しなかったらカスっすよ、ほんまカス。気ぃつけてください、ほんまに。単体ですからね、これ武器覚醒ないと単体攻撃なんで、単体に石化入れるだけのね、ただの硬いおばさんになってしまいます。そこ注意ですね。スキルはどんな感じかというと、これかな。じゃあスキル見ていきますね。スキルはね、単体攻撃ですね。で、スキル2種類あるんですよね。このキャラ2種類スキル持ってるんですよ。で、その前にバフが、行動制限率 30% 上げます。で、防御力を 60% 上げます。まあ、ここでもさらに行動制限高めていくっていうね。で、自身の HP を 25% 回復して、怒りも200回復。まあまあまあ、バフに関しては、まあまあ、ごくごく普通ですね。バフに関しては普通。で、さっき言った2種類のスキルなんですけど、この発動条件が、大地の精霊を所持している場合は、プルジュっていうね、スキル発動します。で、大地の精霊がない場合は、ナッシュっていうもう一個のスキルを発動します。まあ、言ったらシールド貼ってる時と貼ってない時で見分けつければいいかな。シールドがある場合はプルジュ、ない場合はナッシュ。で、プルジュの効果が、メインターゲット周囲の敵に 40% の追加ダメージを、与え。で、さらにターゲットに大地の精霊の、シールドのガード値の 15% の追加ダメージを、与えます。しかも、このスキルでの敵の怒りは、回復しない。これね、これシールドのガード値の 15% なんで追加ダメージですけど、これね、場合によっちゃね、結構入るんちゃうかと思うんですよ。さっき言ったように、このキャラってシールドお化けなんで、シールドの耐久性がえぐいキャラなんで、 15% って言っても結構でかいと思うんですよね。これ侮ったらあかんっすね、このダメージ。これ多分必殺よりダメージ出るんちゃうかなって思うんですけど、プルジュで。しかもこれが範囲ダメージで怒り回復ないんで、これはね、ちょっと未知の、感じが来てますね。未知の性能やな。だいぶダメージ出るかもしれないよ、これ。40% ですからね、追加ダメージ。しかも。ここはね、やっぱ追加ダメージとしてはだいぶでかいと思う。で、ナッシュは、まあ、シールドがない場合ですね、言うたら。精霊を持ってない場合は、ナッシュっていうね、スキルが発動するんですが、この効果が 65% の確率でメインターゲットにめまいを入れます。で、さらに2ターンの間、メインターゲットの HP が 1% 以上の限り、自身の火ダメの 25% を分担させる。これは強いよ。これイスラの落書きにちょっと似てるよね。イスラの落書きにちょっと似てるんですけどね。まあ、自分が食らっていく中のダメージの 25% を相手に与えていくっていう効果。これ打ち消しはできるんかな。打ち消し負荷とか書いてないから、多分打ち消しはできるよね。
で、このナッシュの性能は、まあ、結構面白いね、ナッシュも。めまいはまあまあまあ、状態上なんですけど、ただの。めまいの下にね、ある、この、自身の火だめを分担させるっていう能力ね。これは強いね。強いし、面白い。なんか、バースもこういう能力持ってたよね。禁錮されてる敵かなに、なんか自分の食らったダメージの何パーずつこう与えていくみたいな、そういう性能があったんですけど、バースも。ちょっとまあ、それに似てるような気もします。まあ、こんな感じかな。うん、ドロレスは、こんな感じっす。Way too complicated. Stop this conversation.